リンチャンネル、さあ始まるよ。ぴょん。はい、皆さんおはようございます。エミリンことおまつめです。ついに部屋が汚すぎるため撮影場所が洗面所になりました。おめでとうございます。はい、おめでとうございますということなんですけれども、今日はですね、本当にちょっとこの動画を撮るか否かすごい考えたんですけれども、やっぱりいろいろ考えた結果、これはもう伝えざるを得ないなということで、本日は言わせていただきたいと思います。最近本当にありがたいことに、だんだんと YouTube のチャンネル登録者数も増えてきたこともあって、街中で声をかけてもらえるっていうことがここ数ヶ月めちゃめちゃ急激に多くなってきたんです。ありがとうございます。まずそれは本当にありがとうございます。私本当に嬉しい。あ、世間に出て認知してもらえるっていうことがもう本当に本当にすごい嬉しくて、声をかけてもらえることが本当に幸せって毎日思ってるんですけれども、しかし中にはちょっとさすがにそれはないんじゃないっていう方がやっぱりいらっしゃる。しかも結構な割合でいらっしゃるっていう現状が最近ありまして、それに関してはやっぱもういくらファンの方であろうと、私はファンの方にだからこそちゃんと言いたい。これは本当にやめてほしいっていうお願いをしたい。これで勘違いしてほしくないのは、ちょっと YouTube チャンネル登録者数が増えてきたからってそうやってすぐ芸能人ぶってそういうこと言う、エミリンマジありえてーみたいな方も一部いらっしゃると思うんですけれども、別に芸能人ぶりたいわけでもないし、なんかその何、なんかまあ私はみたいな、こう話しかけないでとかそういうことを言うつもりは全くないんですけれども、マジでここ最近ちょっと一部もう怖いというか、うわーとなったことがあったので、ファンの方にどうしてもやめていただきたいことを紹介お話しさせていただきたいと思います。ヒアウィゴー。ファンの方にやめていただきたいこと、その1、公共の場で規制を発するのはやめて。これはもう本当になんだろうね、多分テンションが上がってすごい嬉しいがゆえに声が出ちゃうっていうことだと思うから、別に悪気があるわけでもないのも十分に分かってるし、こんななんかもう体重68キロの小太りな女を見てそんなテンション上がってくるのはすごい嬉しいんだけれども、公衆の面前でやめようって思う。本当に恥ずかしい。こっちも恥ずかしいし、周りの人もみんな、え、みたいな、ざわざわみたいな感じ。私のこと知らない人まで、え、なにみたいな。あいつなんかしたのみたいな感じ。ちょっとなんか変な空気になってるし、女子特有の、はっみたいな、その、へっみたいな、その、よくわかんない声を出すな。モスキート等みたいな声を出すなってのは本当に思います。ただ、これもうね、だから嬉しいって思ってくれてることが嬉しいから、これをやめてっていうことがすごいなんか申し訳ないというか、こんなに嬉しい気持ちがあってこの声が出たのに、どうしてそんなことエヴリンに言われなくちゃいけないのっていう方がいると思うんですけど、抑えれませんか？無理かな？厳しい。無理かな、これもう無理、この声抑えられない。この声抑えてほしい、マジで。ぐっとこらえて普通に話しかけてくれたら全然話すし、でこういうパターンの子ってあ、いいですよねみたいな感じで来て、あ、そうですって対応すると余計に本物みたいな感じ、余計にテンションが上がっちゃって、さらに周りの方に迷惑がかかるっていうパターンも結構稀にあって、どうしたらいいのか分かんない。なんかもう怒ってるとかじゃなくて、マジどうしたらいいか分かんないから、もうちょっと待って、ありがたいですって感じ。ファンの方にやめていただきたいこと、その2、急に肩を掴んだり手を引っ張ったりするのはやめて。これはもう本当にシンプルに、私結構ビビリなんさ、ビビリだから本当に街中で普通に歩いてて、いきなりダッダッダッて来て、エミリーさんですよね、何その勢い、普通になんか、あ、エミリーさんですよねじゃなくて、ダッダッダッダ、エミリーさんですよねみたいな感じで来られる方がたまにいるんですけど、怖いて怖いてエグいて怖いて、中には本当に普通に歩いてて手をこういきなりグイッて引っ張られて、グイッて引っ張られて、うわーって本当に私こけたこともあるぐらい、すごいなんだろう、多分とっさにテンションが上がって、火事場のバカ力じゃないけど、すごい自分でも予期しないぐらいの力が多分出てしまってるんだと思うけど、マジでそれで一回怪我したこともあって、力が強すぎて思わずこう手を使って、フェミリーさんですよねってなってくれる、その気持ちもすごい嬉しい。嬉しい、悪気がないからこそこういうことも言いたくないけれども、実際私は足を怪我したことがあるという以上事実がある以上、みんな落ち着いて、本当に逃げないから、そんななんか普通に話しかけてくれたらええやんっていう、ごめんねーって感じ、本当になんか逆にごめんねーって感じではあるんだけれども、本当になんかもうんーなーってなっちゃう。体触んないで、怖いからマジで、いきなり肩ドーンとか、いきなり腕グイーとか、そのクークドリーとか、もう怖いねん全部、やめてほしい。でもそれも悪気がないんやろ、どうせ君らには悪気がないよ、本当に多分純粋に思ってくれてる気持ちがゆえに、あ、エミリーを引き止めたいって思ってくれてるから、そうやって手が出てしまうのもわかるから、なんかどうしたらいいかわからんけど、やめて、どうしたらいいかわからんけど、やめて。そうやなー、そうやなー。ファンの方にやめていただきたいこと、その3、後ろからずっと何も言わずについてくるのはやめて。これも本当に最近あったんですけれども、その子は私が撮影している時にずっとで後ろからついてきていて、撮影してるからさ、映っちゃうのよ、シンプルに映っちゃうし、15分ぐらいずっとついてきた子がいて、どうな
だからそれもな、犯罪やで。ストーカーになっちゃうから、それも多分悪気はないんだと思う。エミリンがいる、話しかけたいな。でもな、あ、でもどうしようかなって話しかけてるうちに気づいたら、あ、やばい、15分ずっと後つけてきちゃった、みたいな感じのパターンだと思うから、本当にその悪意があって後つけてるとかじゃないのもそれもわかるんだけど、怖いよ、こっち。ストーカーが本当にそういうなんか臆病なファンの方なのかがわかんないもん。違いがわかんないから、こっちはひたすら15分間くらい恐怖心に耐え続けるわけで、マジもなんかずっと警戒してるというか怖いというか、すごい本当に怖いんですよ。後つけるのはやめてほしい。もう、普通に話しかけてほしい。難しいことかな、まあ難しいのかな、そんな喜んでくれてるってことなのかな、嬉しいんだけど、普通に話しかけてくれよ、普通に話しかけてくれよ、俺のこと守ってくれよ、タジロって感じ。善逸状態になってるもん、大体泣いてるもん。怖いよ怖いよ、いつ来るんだよ、ファンの人たち話しかけてくるのは嬉しいけどやめてくれよ、脅かさないでくれよっていう、あの善逸状態になっちゃってるので、マジで頼んます、頼んます。ファンの方にやめていただきたいこと、その4、無茶ぶりしてくるのはやめて。これに関しても本当にちょっと言うかどうか微妙な範囲なんですけれども、これ一回やった話をそのまますると、街中で会った時に、あ、エミリンいつもの YouTube の挨拶してくださいって言われたんですよ。で、私普通にありがとうございます、エミリン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 チャンネル、はい、ありがとうございますぐらいで去って行ったんだけれども、そしたらその後その方からすごい長い DM が来て、せっかく街中で会えたと思ったのに塩対応でびっくりしました、エミリンの挨拶、普段の挨拶あんな低いテンションじゃないですよね、手を抜いて挨拶されたのがすごいなんかどうかと思いましたみたいな、ファンだったのにみたいな感じで、すごい結構塩対応だということを責められたんですけれども、ちょっと待てと、私プライベートで普通に街中歩いてて、まあまあ都会を歩いていて、いつもの挨拶してくださいって言われて、エミリン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 チャンネルです、できるか、できねえわさすがに。それを求められちゃうのが普通で、それを対応するのがファンサービスなんだとしたら、もう無理よ私。本当にもうたびたび動画でも言ってるけど、動画上のテンションと普段のテンション全く違うからさ、すっごい困っちゃうの。どうしたらいいってなっちゃう。それも本当にもう困るに困り、困り入ってて困っちゃうからさ、変な無茶ぶりしないでください。普通に、ありがとうございます、エミリン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 チャンネルぐらいだったらするんで、ほんに